レイちゃんとマイマイとユイニャンのマイレートショーのお時間でございます一人なんですけれども、今日はですねテニスの王子様の推しのキャラクターの誕生日をお祝いしようという動画なんですけれども、なぜ今これを別々で出しているかと言いますと、私のまあこの前ね菊間レイジの誕生日祝いの動画を上げたんですけれど、それ以外の推しって言ったらなんかちょっとやだけど、あのもう一人っていうか、まあ、いっぱい推しはいるんだよ。その中でもまたさらにお祝いしたいキャラクター仁王正春がですね12月4日お誕生日でございます。おめでとうございます。ということで、私の推しの仁王正春くん、そしてゆいちゃんの推しの日吉若志くん、そしてラスト、れいちゃんの推しの越前龍馬くんがですね全員12月生まれということもありまして、みんなでおのおのの形でお祝いしてメドレー方式でね、つなげたちょっとした、バースデー動画を出せたらということでこの企画になりました。なんかあのここに仁王くんのね手ぬぐいを置いたんですけれど、絶妙に顔が映っていないということで、ちょっと見せるね。でもねこれねキーボードに引っ掛けてるんですよ、ここにある。だからかけてるだけで落ちてきちゃうんだよね。これいつだろうな、10年くらい前かも下手したら。これ買ったの仁王で、下はこういう感じで雪村でございます。これね確か2枚買った、保存用と鑑賞用みたいな感じでちゃんとお託してます。仁王正春くんでございます。ちょっとね一回出すともうこれねうまいこと戻せないかもしれないから、ちょっとこうやっとくねで最近でもないんだけど、ここ1年以内かな、1年以内2年下手したら、まあまあ最近わりかし最近買ったグッズの中でお気に入りはこれです。見えるかな、ランダムで当てたこれね、多分マッドハッターかなの格好してるニオ、これランダムなんですけど一撃で当てたんですよ。もう可愛すぎない？めっちゃニオに似合ってるよね。これも鑑賞用でいつも飾ってあるんですけれども、まあ、ニオ正春くんどういうキャラクターかと言いますと、まあだいぶひねくれてますねでイリュージョンをよく使う、なんだ、まあ、モノマネを超えてくる本人、ほぼ本人みたいな技繰り出してきます。なぜこのキャラクターがそんなに魅力的なのか、そして人気もあるキャラクターなはずなんですよこいつ。私もともと好きじゃなかったです、はっきり言うと。なんかひねくれてるし意地悪だとか思ってたんですけど、エイジ君たちのことをいじめるとか勝手に思ってたんですけど、このキャラクターに、落ちた理由といたしましては、もっと学園祭の王子様をプレイしていただければわかると思います。したことある人はね納得だと思う。あれは本当に、もっと学園祭の王子様っていうのはあれです、テニスの王子様の恋愛シミュレーションゲームで、学園祭をね一緒にやっていく恋愛シミュレーションゲームなんだけど、ちょっとこれ腕疲れたなんだけど、それの利用シナリオがまあいいんですよ。それでね無理でしたごめんね、ニオちょっとこっちにあるちょっとした匂いにするね。あ、これチケットホルダーです。いつだ、これも10年くらい使ってます。なんだかんだちゃんと好きでしょニオのこと。なんかそう、エイジのグッズの次くらいにいっぱい集めてたのが実はニオなんですよ。このキャラクターの好きな順番とか置いといて、グッズ集めてたのは多分エイジの次にニオです。これよくテニプリのイベント行くときとか舞台観劇行くときとかに使ってたチケットファイルでございますね。はい。で実はここにねご飯買ってあるの。ちょっと思いっきりホットモットなんだけど、焼肉弁当を買ってきて、そうニオの好きな食べ物が焼肉かっこテールスープってあるんだけど、私テールスープ苦手なので、だから焼肉の部分だけを用意してきたんで、これを食べながら後で改めてお祝いしたいと思います。わあもう時間がすごいね。ニオくんの良さ、あ、ニオくんとの共通点、左利きでございます私もニオも左利き、ちょっと嬉しい共通点ですね。やばい、推しを祝うってなると全然時間足りないね。もうサクサク行きたいのに行けない。何が本当に良かったかっていうのは、もっと学園祭の王子様をぜひプレイしてみてください。あ、そう、それのニオくんのシナリオが本当によくってね、最初はやっぱりひねくれてるから学園祭なんてって感じだし、なんかその私とかに対してそうプレイしてる主人公に対してもすごい興味も持ってくれない、なんか適当にあしらわれるって感じなんですけど、だんだん心を開いてくれる様がまあいいじゃん。そこから最後ラストシーン、ラストシーンが本当にこいつ中学生かって思うくらいはってなるんですよこれはプレイした人ならわかる、本当に仁王正春のシナリオは最高ということで、マイマイの仁王ターンでございました。ぜひこれを機に仁王正春をよろしくお願いします。それでは続いては
ゆいちゃん。はい、ということで来たる12月5日はですね、私の大好きな、テニプリの推し、最推しですね、日吉若志くんのお誕生日でございます。おめでとう、本当におめでとう。今年もね、私はお祝いできて、無事にね生きてお祝いできることを本当に感謝しております。ありがとうございます。日吉くんはですね、もうかれこれ私14年15年ほどしてるんですけども、14回目のお誕生日、私にとってね14回目の14歳のお誕生日ですね、彼の大好きな濡れせんべいを食べて過ごすお誕生日、こちらもね14回目でございます。いやー、本当にもうなんだろうね、あの美人は語っていこうと思うんですけれども、日吉くん、私にとってすごい大事な思い入れのある子で、実はですね、いろんなね動画でご紹介してますけれども、私コスプレを普段してるんですけども、人生で初めてねコスプレをしたのがこの日吉若志くんなんです。もう彼がいなかったら私はコスプレイヤーをやってないんですよ。もう本当に何か彼のおかげで新しい世界を開けたし、もうひたむきに頑張りつつも素直になれない日吉若志くんが大好きすぎて、もう好きになったきっかけがですね、龍馬くんと試合をして負けちゃうんですけど、その後にほんのちっちゃい一コマにもう泣きながらこうやってうってしてるシーンがあって、もうそれで好きになったんです。私顔は見えてないんだけど、あ、本当になんかチームの命運をね背負って戦って、本気で戦って負けて本当に悔しかったんだみたいな、なんてこんな一生懸命な子なんだろうって思ったら、もう一瞬でドボンって落ちてましたね。なんか新手になってからすごい美人度が増したりとか、いろいろねフィーチャーされたりとかしてて、本当に好み先生ありがとうございますの気持ちでいっぱいなんですけれども、あとね、彼ね歌がねなかなかなんだろう、ネタ曲とめちゃめちゃいい曲とすごい分かれるんですけど、ちょっとぜひねご紹介したいので、このねせっかくのね誕生日おめでとう会なんでお伝えしようと思うんですけれども、ネタ曲がね意外と多くて、なんか聞いたことがある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、私のおすすめのネタ曲はやれ Do It です。ちなみにですね、こちら筋トレソングです。日吉くんが筋トレします。一緒に筋トレしてくれるんで、ぜひ体鍛えてる人はやりましょう。そしてですね、めちゃめちゃいい曲をご紹介したいんですけど、日吉くんのアルバム下克上っていうのに入っているフォーエバーストーリーっていう楽曲が本当にいいバラードなんで、聞いたことない人はぜひ聞いていただきたいのと、日吉くんセレクションをちょっと今から言いますね。聞いていただきたいのが、あと氷帝エタニティっていうグループに入ってるんで、それの不条理っていう曲めっちゃかっこいいです。その他の子たちもね何人かいるんで、ぜひ聞いていただきたいのと、あとはそうだな、あいつこそはテニスの王子様っていうミュージカルの楽曲があるんですけど、そちらにねプロフィールがザザザザッと入ってます。でソロパートもあります。すごいかっこいい曲になってますので、多分一番ミュージカルで有名な楽曲なんじゃないかなと思うんですけど、ぜひねそちらも聴いていただきたいのと、そしてなんと彼バレンタインキッスを歌っております。すごい可愛いです。もう可愛いです。もう本当にその年のねバレキス発売したのが私の一押しと二押しだったんですよ。勘弁してくれと。いやでもすごい可愛くて、もう出た瞬間に私を狂喜乱舞しておりました。その当時クラスメートだった仲間たちにね、聞いてくれ、私の一押しと二押しがなんと2人でバレキスを歌うんだって、2人で同時にバレキスを出すんだと言いながら泣きながらね話をした記憶があります。でそんぐらいなんだろう、キャラソンを買ったのが多分日吉くんが初めてなんです。私もうなんか初めてだらけをね奪ってった私の大好きな日吉くんなんですけれども、新テニスの王子様でもねすごいフィーチャーされたりとか、しっかりとね次期部長ずとして頑張っていますので、ぜひね気になる人は応援を一緒にしてくれると嬉しいななんて思います。彼のね見つけた氷帝コールで私も一生懸命応援していきたいと思います。これからも末永く健やかでいてください。これからも大好きです、きよしくん。それではお誕生日おめでとう。大好きだよ。おめでとう。
はい、皆さんこんばんは、こんにちは。はい、もう気づかれてる方いらっしゃると思うんですけれども、本日の動画はテニスの王子様のみんなが教えてるねキャラの誕生日おめでとう動画でございます。はい、最後を飾るのは私、越前龍馬を一番に推してます安見玲子玲ちゃんです。よろしくお願いします。はい、ですね、今日ちょっとカラオケでこれで撮っているんですけれども、マジで龍馬くん好きで、とりあえず何をしようかなって考えた結果、何も出てこなかったから、まあ、龍馬くんのねコスプレ衣装は持ってたので、あの帽子だけかぶって、今撮っています。はい、でもね、カラオケがさ流せないので、こちらでね映像の方だけ私があの見て、あの楽しんでいます。はい、ね、結構あの私はペニラビっていうアプリとかも やってて、本当にね本当にね、見てこの龍馬くんかっこいい、ほんまに本当に。はい、あなたの写真を用意してまいりました。これ皆さんどのシーンかお分かりですか、お分かりですか、ん、はい、あのシーンですね、一番最初新テニスの王子様ですね、シーンって書いてあるんだけどね。そう、もう本当に龍馬くん好きすぎてやばいんですよ。ちなみに龍馬くんのお兄ちゃんも大好きでございます。龍馬くんのお兄ちゃんは宮野さんの CV を担当されているということで、もうダブルで好き。龍馬くんの兄っていうので龍馬くんと同じような顔をしているし、あの中身の、ね、声優さんも私大好きな宮野真守さんなので、嫌いになるわけがない、好きじゃないわけがない。でも一番に好きなのはもう昔から、龍馬くんです。龍馬くんが好きすぎて中学の時にテニス部に入ってしまったっていうぐらいテニスが、龍馬くんが好きでございます。人にそうやって影響を与えられる人って本当にすごいと思うんですけど、見てくださいこの兄弟、私もお兄ちゃん2人いるんですけど、もうね、こんないい兄弟に生まれたかった、なんなら男性に生まれたかった。皆さんこちら目に焼き付けてください。もう私の推し2人、私の推し2人イコールこの顔が好きで、テニラビというアプリがあるんですけど、これは私毎晩に教えてもらったんですね。で、一番最初にやり始めたらもう龍馬くんのイベントで厳しいって思いながらちょっとやったんですけど、ちゃんとあのいただきました。すごいね、やっぱカラオケなんで音が入ってると思うんですけども、他のね部屋のね無視してください。もう本当に龍馬くんの、私の龍馬くんを押す声だけに耳を傾けていただければと思います。あー、龍馬くんが落ちた、ごめんなさい。ですね、で見てくださいこの手に、あれ龍馬くん、はい、これヤバくないですか、メリーゴーランドに乗ってるわけですよ、しかも V サイン、ヤバくない、ほんとかっこよくない、ねえ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 、イコールこれはさ遊園地デートしてるみたいな感じでしょ。遊園地デートしたい、私さ遊園地デートが一番ね、あの憧れなんですよ、もう本当に。で見てこれ、ほらほら龍馬くんのさ、ちょっと見て、あの蹴り、もう受けたい本当に。私あのキックボクシングやってるんで受け身取れるんで、お願いだから一回だけさ、あのさこの画面から出てきてさ、私と手合わせしましょうって感じです。もう蹴られても何も言わないし、あの歯が折れても記念に私絶対取っとくと思う。それだけ龍馬くんが私は好きでございます。はい、昔ね結構マイマイが企画して天使の王子様の曲縛りのライブとかをしてたんですけど、その時は全然本当に知らなかったんですよ。龍馬くん以外の、曲を知らなかったんですけども、てか待って、一番大事なこと言うのは絶対、龍馬くん誕生日おめでとうございます、イエーイ。遅い、でも今日じゃないから、あのこれが上がる日でもないし今日でもないわけですから、私はもう本当に来たる12月24日、はい、家でね、ケーキにこの龍馬くんの、まあ、なんだろうな、これじゃないかもしれないけど、カードをぐっさして、はい、誕生日おめでとう龍馬くんって言って、一日を過ごすと思います。ちなみにこれは1回やったことございます。龍馬くんの写真をケーキにぶっ刺してマイマイ出したおめでとうってやった記憶ございます。仕事があったんですけど、仕事をほっぽって、打ち上げをほっぽって龍馬くんの誕生日を優先しました。それぐらい私は龍馬くんが大好きでございます。はい、この4分間5分間ってですね、私が龍馬くんをどれだけ好きか分かってくださったと思うので、ぜひ皆さん龍馬くんを何卒よろしくお願いします。今あの人たちはテニスをやっていませんけれども、なんかすごい超次元なことをやっていますけれども、やっぱりね、根本的にあるものはテニスですし、キャラが魅力的なので、ぜひこれからもテニスの王子様をよろしくお願いします。ちょっとなんで私テニスの王子様を推してるのか分からないんですけど、はい、みんなも一緒に龍馬くんの誕生日12月24日祝いましょう、一人身の人はね、うん、はい、本当に龍馬くん誕生日おめでとう。私が龍馬くんを好きになってからまあ早14年ぐらいかな、はい、なので皆さんぜひマイレートショーもテニスの王子様もよろしくお願いします。それではバイバイ。